では、老子道徳経、今日は若干長めです。はい。第25章、こちらですと。いつもと同じように、トルストイ監修の老子道徳経と、はい、うん、ドリアン・スケガワさんが訳された、バカボンのパパと読む老子、はい、こちらから、うん、はい、で今日は第25章。物質は混沌から生じた。天と地よりも前に存在する有がある。それは不動でおぼろげで得意なもので変わることはない。それは果てしない輪をなして歩み限りを知らない。それはそれ自体で天と地の母であり得るだけ。私はその名を知らない。しかし人々はそれをタオと名付ける。その威力は異様と名付けられる。その異様は無変のものと名付けられる。無変のものっていうのは変がないので広大っていう意味ですね、無変のものは無限のものと名付けられる。無限のものは回帰と名付けられる。タオは偉大であり、天は偉大であり、地は偉大であり、皇帝は偉大である。さればこの世には四つの偉大があり、その一つを成しているのが皇帝であり、ある。地は人々を携える。天は地を携える。タオは天を携え、とどのつまり自然さはタオを携える。まあずっと老子が言ってるのは、はい、無茶すんなって言ってるんですね。はい、無茶すんなって言ってる。いや、水は、はい、おのずから低みへと流れ、うん、大地を癒し、うん、それは別に、癒そうと思って言ってるわけじゃない、うん、自然に任せてるってとこですよね。そうですね、うん、自然に任せで、それが感謝される、うん、別に感謝されようとも思ってない、うん、それがタオだと、はい、私の悩みっていうのは、うん、タオに従ってるんですかね。上に行こうとしてますね私は、はい、だから悩むって言われてるんですよね、老子には。しかもそれが不自然だって言われてるんですよ不自然な方へ向かおうとして、はい、向かえなくて悩んでる。そうですね、うん、そっか、売れてらっしゃる方々は、うん、はいはい、確かに自然な姿ですもんね、うん、っていうと多分、はい、僕の自然って今のこれなんじゃないのとも思うんですよ。僕の自然じゃないんですよタオですよ。僕のタオって、ここ僕がありのままでいいってわけじゃなくて、タオに向かえって言ってるんですよね老子は低い方へ自然に行くようにしろ。難しいなその解釈は。その解釈、まあでもそういうことじゃないですか。それの解釈が難しいというか、それを実行するのが難しいですよね。低みに行けって何ですか。その、まあ、欲を捨てるですよね。そっか、はい、欲があるから悩んでるんですよっていう話じゃないですか。悩みますね、うん、めっちゃ悩みますね、うん、だとは思うんですよ。でそれができるかとか、それが本当にいいのかはまた置いといてですけどね。できたら楽でしょうねこれは、うん、だってありのままで幸せを感じることができるみたいなとこですよ。なんかね、うん、喪失感がずっとあるんですよ、うん、はい、喪失感、できてない感がずっとあるんですよ、うんうん、何かをやった瞬間にもう多分それは生じてるんですよ、うん、なぜなら上には上がいるから、うん、タイプ7みたいですね できてない僕っていうのがずっといて、はい、何かをやらなきゃって思うんですよね、うん、だからできてるとかできてないとかそもそもないんですよっていう教えじゃないですか。老子はずっとそうやって言ってます、はい、できてるを良しとするから、できてないのが悪いってなるから、そこで苦しみが生まれるみたいな。じゃあ何もしなくていいっていうこと。ありのままでですよ。でも僕今じゃあ悩んでるのがありのままだって言ったら、はい、違うって言われたじゃないですか。そう、だから悩んでるのは欲があるからですよって言ってるわけですよ。あ、そっか、別に、うん、これ良くなくて、うん、別に成功しなくてもいい、いいけど老子のことを教えたいんですよね、うん、ってやってるだけだったら別に悩んでないです、ね、悩んでないです。でだからみんなの反応を気にしなくていいわけじゃないですか。これ本当に良くないですかって伝えてるだけ。そっちの方が見たいもんだあ、うん、でそこに執着しないみたいな話じゃないですか。数とかね、数とかいいねの数とかね、うんうん、登録者数とか再生数とか気にしなくていいわけじゃないですか。これがいいって思ったものを紹介してるだけですっていう話っていうのが分かるのが老子です、うん、
老子理論だと。はい、はい、でここに悩める子羊と、はい、老子の生き写しがいます。老子の生き写しではないですよ。老子を解釈する人がいます。解釈してるだけです。できてるとは言ってません、はい、っていうとこですね、はいはい、ではそれをドリアン助川さんの解釈、はい、万物は混沌としてあり、うん、天地より先に生まれた。あ、もう混沌が先にあったってことですね、うん、それは音がなく形を持たない独立して普遍であり、あらゆるところにわたって休むことがない。そのすべてがこの世の母なのである。私はその名を知らない。そこでタオという文字をつけ、シーって呼ぶなら大と言おう、大きいと書いて、はい、まあ、先ほど多分トルストイは異様って書いてましたね、うん、はい、大はどこまでも行くことであり、それは遠ざかることであり、遠ざかればまた戻ってくる。つまりタオは大であり、天も大、地も大、王もまた大である。この世には四つの大なるものがあり、王はそのうちの一つである。人は地のあり方に従い、地は天に従い、天はタオに従い、タオはおのずから叱るあり方に従うと。なんかありのままっていうのが難しいですね、はい、自然ですよね多分。この二等兵がありのままとかって言ってるのも、はい、全部概念じゃないですか。そうですね、うん、あの日本、うん、ここ日本、うん、で私は49歳である、うん、はいはい、っていう中で培ってきた、うん、この型の中でいいと思われている概念です、うんうんうん、概念で生きてて、はい、概念により苦しんでるわけじゃないですか。そうですね、うん、で自然っていうのはその概念が人が作った概念より前からあるよみたいな話じゃないですか。ロシアはそうやって書いてましたね、うんうん、だからそこまでいけって話ですよね自然って、老子の言う自然って、人間が生まれる前、水はただ水としてあるだけみたいな。緑は緑としてあるだけ。あるだけ。それはこう、緑を癒そうと思って水がいるわけじゃないみたいな。で、そういう植物とかも人を癒そうとしてあるわけじゃない。うん、あ、十牛図にも出てきます、ね、そんな感じじゃないですか。そこの自然だと思うんですよ、ね。十牛図の9番目。はい。ただそこにあるみたいな。ただ花は。うん、綺麗と思われたいから咲いているわけではない、うんうん、でその域まで行くと悩みは全てなくなるよみたいな話じゃないですか。そうです、はい、まだ私本当十牛図で言うところの2番目か3番目で、はい、ずっとこの牛と引っ張り合いっこをしてる感じが、はいはい、こいこいってこれは、はい、うん、日々苦しいです、はい。